waiting to come again. As the year flew by full of excitement, now declare an opening of our special tape tournament begins. In 1997. キングオブファイターズ96には4種類のジャンプがあり、小、ノーマル、中、大ジャンプとなるにつれ飛距離が伸びる。相手との間合いを測って4種類のジャンプを使いこなすのが勝利への第一歩。足の踏み込み位置と飛距離をじっくり見て、その違いを把握してもらいたい。なお、ダッシュ中の小およびノーマルジャンプはそれぞれ中、大ジャンプに変化する。従来のシリーズの攻撃先に変わるものが緊急回避動作だ。 A プラス B の同時押しで後転、レバー前プラス AB の同時押しで前転動作となる。これもダッシュ中に前転を行えば移動距離が変化するので、飛び道具をかわしたりするときはダッシュ前転を使おう。緊急回避動作はモーションの初めの方に無敵になる瞬間があり、姿勢も低くなるので、うまく使いこなせば相手の攻撃をかわしつつ速やかに反撃に移ることができる。前転は一気に相手との間合いを詰めたり、相手の後ろに回り込んだりできるので、守りだけでなく攻めのバリエーションの一つとしても使っていこう。ただし初めの一瞬を除いてやられ判定は残っているので、むやみやたらと使っても効果は薄い。実際にどういう局面で使うのかをこのコーナーと対戦のコーナーとで研究だ。パワーゲージがマックス状態の時に限り、ガード中に緊急回避と同じ動作でガードキャンセル緊急回避動作を行える。ラルフのバリバリバルカンパンチやジョー東の爆裂拳のようにガード回数の多い技に対して有効だ。ノーマルの緊急回避と大きく異なるのは、そのモーション中は初めから終わりまで無敵状態であるという点。ただしこれはノーマルの緊急回避にも当てはまることだが、モーション中は投げられ判定だけは残っている。垂直ジャンプ並びにバックジャンプ時には空中でもガードができる。ただしこれはあくまでも相手の空中攻撃に対してのみであり、地上技をガードすることはできない。ある程度連続して攻撃をガードさせると、ガードクラッシュの表示とともにガードを弾いて一瞬だけ相手を無防備な状態に追い込むことができる。キャラクターによってどの攻撃をどれくらいガードさせたらガード弾きができるかは決まっているので、ガードを弾きそうなタイミングを覚えておいて、その一瞬を見逃さないようにしよう。またゲージがマックスの時にガードを弾かれるとパワーゲージがゼロになってしまう。投げられそうになった瞬間に A プラス B 同時押しか、レバー下方向プラスいずれかのボタンで投げ技を回避できる。投げられそうな局面ではしゃがんで弱パンチや足払いを連打していれば投げられる可能性は低くなるだろう。ただしコマンド投げは回避不可能だ。吹っ飛ばし攻撃や投げ技などダウンさせられてしまう攻撃を受けた場合、地面に叩きつけられる直前に A プラス B 同時押しでダウンを回避することができる。技によってはダウン回避ができないものもあるが、ダウン回避モーション中は
完全に無敵であり、起き上がりを攻められる危険性もなくなるので、できる限りダウン回避を行うようにしよう。相手の必殺技の出始めに攻撃を当てるとカウンターアタックとなる。吹っ飛ばし攻撃や必殺技でカウンターを取った場合、本来ならできないはずの空中追い打ちができるようになる。特に吹っ飛ばしキャンセル必殺技やジャンプ吹っ飛ばしからジャンプ吹っ飛ばしなどは使用頻度も高い。またゲージがマックスの時は通常技ダッシュでもカウンターを取られてしまう。通常技を相手に当てると同時に必殺技を入力することで、その通常技をキャンセルして必殺技を出せる。それに加えてこのゲームでは通常技を空振りしてもキャンセルをかけることができる。テリー、ケンス、ゴローなどは特にこの空キャンセルを戦法の中に有効に組み込んでいける。超必殺技が出せない状態で通常技キャンセル超必殺技のコマンドを入力すると、本来一発しか当たらないはずの通常技が多段ヒットするという現象が起きる。コマンドは難しいが、ガード弾きに使ったり連続技に使ったりと身につければ大いに役立つテクニックだ。
Burn it up!
ングオブファイターズ96のコンピューター戦は前作と比べて比較的優しくなっている。しかしちょっとした弾みで負けてしまうことも多い。吹っ飛ばしパターン、中間距離から小もしくは中ジャンプ吹っ飛ばしで飛び込む。この戦法はジャンプ吹っ飛ばしが横方向か斜め下に強いキャラが有効。また吹っ飛ばしはリーチが長い方がいい。コマンド投げパターン、コマンド投げのあるキャラは相手にジャンプ攻撃や地上で小技をガードさせた後にコマンド投げでガンガン投げていける。大攻撃のリーチが長いキャラが有効。相手の技の隙や近づいてきたところに合わせて大攻撃を出していくとヒットしやすい。4、5発当たれば気絶するので連続技をぶち込もう。飛び道具パターン、飛び道具のあるキャラはなるべく相手と間合いを離してどんどん飛び道具を打っていこう。相手の動きにしっかりと対処していくことがポイントだ。飛翔客パターン、アテナ、チョイ、キムの3キャラは空中からの必殺技でどんどん押せる。垂直ジャンプから出していくといいぞ。固めパターン、キャラによっては相手をガンガン押して固めてしまうことが可能。特にアンリーのしゃがみ大パンチキャンセル大残影拳の繰り返しはコンピューターに対して超有効だ。チズルは慣れれば楽、パターンにはめよう。吹っ飛ばしパターン、スタートした時の間合いよりも若干遠めでタチオパンチを空振りする。するとチズルはジャンプをしてくるか必殺技を空振りする。そこに小ジャンプ吹っ飛ばしを決めよう。コマンド投げパターン、チズルが近づいてきたらコマンド投げを入れるだけ。非常に楽である。その他のパターン、ここからは各キャラの必殺技を生かしたパターンだ。どうしても千鶴に勝てない人はぜひ参考にしてほしい。
いつでも死ねる芸日戦、気を引き締めてかかろう。恥パターン。まず自分が画面端に行き、芸日がタイム表示の下あたりを過ぎたら、すぐに垂直ジャンプの上りで技を出して空振りする。すると芸日はワープをしてくるので、そこに連続技を叩き込もう。注意すべき点はコマンド入力。相手が自分の後ろにいる場合は普段と逆のコマンド入力をしなくてはならない。気をつけよう。またコマンドの入力はワープを見てからすぐではなく、少し待ってから入力するのがコツだ。遅いですね。中央パターン。端パターンと基本的に同じである。ただこちらの方が失敗した時の仕切り直しがしやすい。遅いですね。ここです。遅いですね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 。飛び道具パターン。飛び道具を持っているキャラは芸日と間合いを離して飛び道具を打とう。すると芸日はワープかジャンプをしてくるが、どちらも目の前で止まってしまうのだ。そこに技を入れていけ。そうですね。ジャンプ大攻撃大足払いパターン。足払いのリーチが長いキャラは芸日の起き上がりにジャンプ攻撃をガードさせ、着地でワンテンポ置いて大足払いを出していくと、これがヒットする。ほんの一瞬大足払いを遅らせるのがコツ。遅いですね。
対戦は2部構成でお送りする。まず第1部ではエディットによるチームバトル、 3-on-3 ならではの試合展開を楽しんでほしい。Yeah!
甘い、甘い、痛いよ、ラウンド5レディーゴー。
Yeah.
第2部では各キャラクターごとの対戦をご覧いただきたい。秒殺あり、高度な駆け引きの熱戦ありと充実した仕上がりとなっている。
Oh!
Yeah!
何くすぶってんだ。やれやれ。うりゃ。はりゃ。あんたバカ？どうしたの？よし、とどめ行くか！え、カモン！ごめんなさい！勉強しますね！さて、どこ行ったの？Loser! Happy day.